まず最初にだが、ゴシップチャンネル名よろしく、ガチガチにソースを固めずに喋る内容が多い。一応簡単に添えられそうなソースは書くが、そのソース自体正しいとは限らない。だからこの動画を真に受けずより正確な情報は自分で調べてみてほしい。あと、脱線話や名詞のぼかしも多いから注意してね。さて、今日も手軽かつ手短にやっていこうか。あれ、前回雑学ネタやるって言ってなかった。いやー、この件について動画でやってほしいという要望コメントを多くもらってな。私も少々引っかかる部分があったし、いい機会かな、と。そう？で、その引っかかるものって何なのよ？今は大沸騰中の森氏のことだぜ。何？またゲームのお盆でも出したの？そっちの森じゃない。森喜朗、の方だぜ。あー、そっちね。誤解生みそうだから、フルネームで呼んでおくか。フルネーム連呼は、用すべ的にヤバいんじゃなかったっけ？そうだったな。それで、その森喜朗さんがどうしたっての？また新たな出現でもしたの？いや、その前に。今回の騒動の発端から、森喜朗氏の辞任までの流れ。これを見て。なんか知ってるパターンだなぁ。と思ってな。あん、知ってるパティン。そうだ。前回のコメント返し動画でも言っただろ。戦場的、センセーショナル。対象に悪印象、嫌悪感を抱く報道。これには気をつけた方がいいって。そんなことも言ってたわね。まあ、あの動画を作ってる時に、ここまで動きがあるとは思わなかったがな。で、今回の出現から辞任までの騒動。これに何かあるの？いや、ないんかい。いろいろ情報を整理しつつ、私、個人、の感想でも述べようかとな。それってあなたの感想ですよね。さようでございます。まあ、何はともあれ。森氏の出現騒動について簡単に触れてみようか。の前に。あん？この話は、現在進行形の話題だ。当然、間違った情報やその訂正。また、新たに出てくる情報もある。情報が錯綜してるのね。ああ。だから、この動画は、作ってる時点、での情報に基づいて話をさせてもらうぜ。後から事情が変わるかもしれないってこと。ああ。あくまで、編集時、の話として聞いてくれな。では、ことのあらましへ。2021年2月11日、時事 .com。森喜朗会長の女性蔑視発言と、その後の経緯、より、一部引用。2月3日、東京五輪、パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が、日本オリンピック委員会、JOC、臨時評議委員会で、女性理事を選ぶってのは、文科省がうるさく言うんです。だけど、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります。と女性蔑視発言。4日、森会長が、深く反省している。発言は撤回したい、と謝罪。辞任は否定。国際オリンピック委員会、IOC、が、謝罪した。これをもって IOC は問題が終わったと考えている、と声明。いろいろ飛ばして。9日、IOC が一転、女性蔑視発言を、完全に不適切、と批判。IOC は5日経ってから主張を変えたのね。まあこの後いろいろあるが省略。最後は会長辞任に行き着く。女性理事を選ぶってのは、文科省がうるさく言うんです。だけど、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります、ね。こいついつも出現してるな。そうだな。な、何よ。いや、別に。とまあ、こんな感じの発言が問題となり。結局は会長を辞任することになる。どうしてこんな余計なことを言うんですか？そうだな。余計なことを言ってるのは事実だ。が、この発言って何が問題なんだ？え？いや、女性は時間がかかるって、それって問題なのか？要するに女は面倒くさいってことでしょ？そんなこと一言も言ってないだろ。いや、言い方からして。たとえそうだとしても、これが日本中。いや、世界中からぶったたかれるような発言なのか？男だって〇〇じゃねえかって反論が来る程度の発言じゃないのか。そもそもの話として、お前はこの、時間がかかる、発言の前後。もっと言うと、森喜朗氏が話した、全文、を知っているのか。全文、そうだ。女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります。この部分は、話全体の一部に過ぎない。もしかして、2021年2月10日、選挙 .com。東京都、狛江市議会議員、三宅誠氏、ブログ、より一部引用。森喜朗さんの発言全文掲載、日本のマスコミは恐ろしい。赤く太文字にしたところが、問題視されたんだと思いますが、これを全部読んで、果たして女性を蔑視したことになるんでしょうか。さらには、自分の発言とは言ってないわけです。わざとらしいとは思いますが、私もよくやります。ちな、赤字というのはさっき話した、時間がかかる、発言だぜ。そんなことより、自分の発言とは言ってないわけです。ってあるけど、それについても後で。では引用再開。特に黒い太文字のところは、女性は素晴らしい、という意味にしか、捉えられません。女性は素晴らしい。
話の出しに、自分の身内の、ラグビー協会の女性が槍玉に挙げられて、話が長いと触れられていることはわかりますが、この前後の文章では、むしろ女性来さんにも思えます。で、これだけ、森喜朗オリンピック組織委員会委員長が責められてしまうって、日本って恐ろしい。つくづくそう思います。そっちの方の常套句、まさに戦時下の言論統制、みたい。国民の皆様も世の中の雰囲気だけじゃなく、冷静にマスコミ報道の裏側を見た方がいいと思います。引用はとりあえずここまで。時間がかかる発言以外に、女性来さん発言もあった？その点を踏まえ、森喜朗氏の発言全文にしゃれ込もうか。ちょいと長いが全文なのでご容赦を。森氏女性蔑視、発言の流れ、全文。3日の JOC、臨時評議委員会での、森会長の女性をめぐる発言。これはテレビがあるからやりにくいんだが、女性理事を4割、というのは文科省がうるさく言うんですね。女性理事4割、文科省。お上から、女性の割合を増やせとのお達しがあったのさ。確か、ガバナンスコード、だったかな。まあ引用へ戻って。だけど、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります。これが例の問題発言ね。これもうちの恥を言いますが、ラグビー協会は今までの倍時間がかかる。女性がなんと10人くらいいるのか今。5人か。10人に見えた、笑いが起きる。5人います。女性っていうのは優れているところですが、競争意識が強い。誰か一人が手を挙げると、自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうね。それでみんな発言されるんです。結局女性っていうのはそういう。あまり言うと新聞に悪口書かれる。俺がまた悪口言ったとなるけど。俺がまた悪口言ったとなる、ここからが重要だ。女性を必ずしも増やしていく場合は、発言の時間をある程度規制をしておかないと、なかなか終わらないから困る。これが女は時間がかかる発言ね。と、言っていて。うん。誰が言ったかは言いませんけど、そんなこともあります。誰かが言っていた発言、そう聞こえるな。じゃあ、もしかして、女は時間がかかって面倒、って言ってたのは、森喜朗氏じゃなくて別の人？ここからも大事だ。私どもの組織委員会にも、女性は何人いますか？ 7 人くらいおられますが。みんなわきまえておられます。みんな競技団体からのご出身で、国際的に大きな場所を踏んでおられる方々ばかりです。ですから、お話もきちんとした的を得た。そういうのが集約されて、非常に我々役立っていますが、欠員があると、すぐ女性を選ぼうということになるわけです。全文はここまで。最後の発言は、欠員が出たら女性を選びたいと言ってるのか、女性を選ばないといけない風潮がある、と言ってるのか、ちょいとわかりづらいからパスさせてもらうぜ。いや、そんなことより、時間がかかるだなんだって話は、人から聞いた話って、付け足すと、自分たちの委員会に所属する女性はちゃんとしてる、とも言ってるな。これが女性蔑視発言、と、世間では騒がれてるようだ。いや、若干引っかかる言い方もあるにはあるけど、これって女性に対する罵詈雑言って言えるのかしら？少なくとも、とんでもない侮辱発言には聞こえないな。まあ、時間がかかる、程度じゃねえ。だが、その部分、のみ、をピックアップすれば、失言、まで持っていくことができる。つまり、切り取り、切り抜き、報道。真っ先にこれを報じたのが、朝日新聞、とも言われてる。とんでもない蔑視発言だ。ってな。また旭川壊れるな。って、またお前か。そうだよ。当然、この話題は海外にまで波及。したのかもしれない。あん？かもしれないって何よ。海外からも批判が出てるって話も実際あるじゃない。そうだな。だが、それって本当に、純粋に、海外発、の話なのか。うん、どういうこと？ご中心報道。こんな言葉もあるんだぜ。ご中心。これについてもちょいと引用するか。記事が少々古いのはご愛嬌で。2014年3月8日、ニュースポスト7。朝日の、ご中心報道。海外メディアの意向を借りた報道を加速、より一部引用。今、中国、から国への批判本や雑誌記事が売れるのは、朝日新聞が歪んだ反日的報道を繰り返してきたからだ。そう指摘した本誌記事が反響を呼んでいる。外国に、日本が悪い、と告げ口する。朝日の、ご中心報道、はどこまでエスカレートするのか。ここで、ご中心報道が出てくるのね。いろいろ飛ばして、ご中心報道の中身へ。こういった朝日の報道について、識者はどう見るのか。上智大学文学部新聞学科の、薄井博義教授、メディア論、は、こう批判する。ここ1年、の朝日の報道を振り返ると、刺激的な言葉尻を捉えて、フレームアップし、海外のメディアが、その報道を受けて報じ、さらに、
海外の反応はこうだ、と報じる。姿勢が強まっている。こういう報道姿勢は、マッチポンプのそしりを免れない。外圧に頼らない、正面切った報道ができないのなら、読者離れはますます進むと思います。海外のリアクションを引き出しやすい過激な情報をチョイスする。しかし、朝日はますます海外メディアの意向を借りた報道に走っている。昨年5月に朝日は、ネットメディア界の黒船と呼ばれるハフィントンポストの日本参入に参画し、日本語版サイトを立ち上げた。はっきり言って日本語版の評判は芳しくないが、ハフィントンポストは欧米では絶大な影響力を持ち、朝日の記事がますます世界に拡散していく環境が整っている。ネット上では、火のないところに煙は立たぬ、をもじって、煙のないところに火をつける、と揶揄されている朝日新聞だが、そろそろ読者も気づき始めている。引用はここまで。つまり、国内の話を海外に拡散して、そのリアクションを記事にする。記事内ではこれを、マッチポンプ、と表現していたな。それが今騒がれてる。海外からも批判、って話に。コメント返しで話したエスニックジョーク。皆さん飛び込んでますよ。周りに流されやすい日本人を畳みかけるかのように。第三者、ポジションとなる、海外、からの批判。国内、外、から批判が起こっているって話にできる。これによってさらに批判が加速し、蔑視発言が既成事実化する。しかも、今回の話は批判以外しにくい内容だ。何故？表向きは、女性の尊厳を踏みにじる発言、になっているからだ。そんな大げさな、全文読んだらそれぐらいわかるじゃないの。最初に全文見ず、こいついつも失言してるな、って言ってたのは誰だ。あの、女性は時間がかかる、発言のみを切り取り、それを海外に広める。そして、この発言はいつの間にか、女性そのものを蔑視する発言、にすり替わってしまった。さて、ここでちょっと質問させていただこう。いきなり何よ。あなたは、今回の女性蔑視発言をどう思いますか？いや、あれって蔑視って言える？お前は女性のことなんてどうでもいいのか？いや、だから、お前は蔑視発言を許すんだな。以前、話したことがあるよな。たとえ、おかしいと分かっていても、その実態が分かっていたとしても、表立って否定、批判、疑問を呈することができない普遍的理念。反差別、平等、自由 ETC。じゃあ、それを盾に、いや、武器にして相手に二択を迫る。それって、誤った二分法、やんけ。女性の尊厳が傷つけられた。これを、許すか、許さないか。許さない、以外、選べるわけないじゃない。そうだよ。会議に時間がかかる、という伝聞がいつの間にか、森氏本人による、女性全体を蔑視する発言、になってしまった。そして、この、蔑視発言をどう思うか、これを聞かれた側はなんて答えると思う。いや、それはいかんやろ、としか、ああ、そうとしか言いようがない。そうとしか言えない。本当に汚いやり方なんだよ。でも、意図してそんなえげつないやり方をしてる証拠でもあるの？いや。だが、森氏とマスコミは昔から対立してるし、前例も多いからなきにしもあらずだ。そうなの？それと、こんな記事もあるしな。どんな？これは、誤った二分法にはまらなかった人たちの話だ。イエスかノー、0か100の答えじゃなかったのね。ああ。まあそれより、最後の一文に、このメディアの本音が出てるがな。あん？2021年2月16日、ヤフーニュース、フラッシュ。森喜朗に怒らない、女性金メダリスト。高橋尚子に吉田沙織が、だんまり、の理由は、より一部引用。意図的な報道があり、女性蔑視だと言われた。東京五輪、パラリンピック組織委員会の森喜朗前会長、83、は2月12日、辞意を表明した場で、こう言い直った。森氏の女性蔑視発言は、主婦も女子大生も OL は愚か、世界中の女性から猛烈な批判を浴びた。当事者でもあるはずの女性アスリートたちは、どう考えているのか。世界中の女性ねえ、ちょいとクソデカ主語が過ぎるんじゃないかしら。まあ引用へ。本誌は、30組の女性金メダリストに、森発言、について見解を求めたが、怒りの声は一切聞こえてこなかった。長くなるから個別のコメントを抜粋するぜ。Qちゃんこと高橋尚子氏。まずは、組織内部で自身の意見を伝えることを最優先に考えております。従いまして、今回のようなご依頼については、御社のみならず、全メディアに対してお断りを申し上げている次第です。2004年、アテネ大会の柔道78キロ超級で、金メダル獲得の塚田真希氏。本学では現在、入試業務が入っており、ご対応が難しいことから今回はご辞退させていただければと存じます。レスリング女子で史上初の五輪4連覇、国民栄誉賞受賞の伊調馨。検討しましたが、今回は見送らせていただければと存じます。バドミントン女子ダブルスを制した、高松ペア、の高橋彩香と松友美咲。
投資氏の取材におきましては、恐れながら辞退させていただいております。高橋氏。今回は回答を控えさせていただきます。松友。日本女子柔道界で初の金メダリストとなった、江本優子氏。私にも考えはございますが、軽々しく発言はできません。ハンデ押したように、いずれも歯切れが悪い。五輪三連覇を成し遂げた、霊長類最強女子、の異名を持つ吉田沙織氏、38、や、霊長類最強ってのもある意味失礼やろ。アジア選手として、フィギュアスケートで初の冬季五輪金メダリストになった荒川静香氏、39、など、他の女性金メダリストからは、締め切りまでに回答辞退がなかった。ちょいと飛ばして、彼女たちもアスリートという立場を外れれば、日常的には社会の一員です。ジェンダーについても、一般の人と同じ感覚を持っているはずなのですが、英国の歴史家、カーライルは、雄弁は銀、沈黙は金、という格言を広めた。最高の栄誉に輝いた彼女たちこそ、模擬発言に怒ってほしいものだ。ここまで、おいこら、最後の怒ってほしいってなんや。最後の最後で本音が出てしまったってことだろ。ただただぶったたいてほしいだけじゃねえか。それもあるが、その前の文章、彼女たちもアスリートという立場を外れれば、日常的には社会の一員です。ジェンダーについても、一般の人と同じ感覚を持っているはずなのですが、まるで、一般人とは感覚が違うような言い方をしてる。森氏の発言に切れるのが世間一般の感覚、正常な感覚ってこと。そう取れる文章だな。思い通りのコメントが出てこないから、怒るのが普通とか、怒ってほしいとか、ここまで来ると、願望を文字にしてるだけだな。まあ当たり前だが、この発言の全文を読む、または、切り取り報道、であることを知っている人もいる。これらの人たちからはたくさんの反論が出ている。そりゃそうでしょ。例えば、トースポにこんな記事もあるぜ。トースポわらわら。おかしいよな。よりによってトースポだなもね。そうじゃねえよ。大手氏が全然反論を載せず、くさはやされるようなところが反論を載せてるんだぜ。単によた話だからじゃないの。さっきの、誤った二分法、の話を覚えてるか。別紙発言を、許す、許さない、だっけ？ああ。それが何なのよ。大手氏やスポンサーが同じ手口で答えを求められたら、なんて答える？それは、有名どころが堂々と別紙発言への反論を載せられるか、いや、それは、つまるところ、そういうことだよ。まあ、いい加減引用を始めるか。2021年、2月12日、トースポ。小籔和人よ、森喜朗会長辞任に、変な切り取り方した報道の人も辞任せなあかん。より一部引用。お笑い芸人の小籔和人よ47、が12日、毎日放送、ミント、に出演し、東京五輪、パラリンピック組織委員会の森喜朗会長、83、の辞任表明について言及した。女性蔑視発言、が発端となったが、小籔は、一部の発言を切り取って、印象を強めようという報道は別に今回だけでない、とした上で、僕も最初ネットかなんかで文字見たとき、あ、えらいこと言い張ったな、と思ったんですけど、全文読んだら、多分みんな印象変わると思うんですよ、と分析。さらに、別に今回だけじゃなくて、どっかの市長の発言も切り取ってばん、って出たら、えらいこと言うたんやな、と。でも全部のこと見たら、そらしゃあないわ、って人、多かったと思うんです。変な発言したから、おい責任取れ、やめろ。っていう空気にするなら、変な切り取り方して、公認決まらへんような状態にした報道の仕方をした人も、辞任とかせなあかんのちゃうかなと、とメディアにも責任あり、とした。これを受け、司会の大吉洋平アナウンサーは、いろんなメディアがあって、いろんな使い方があったと思うが、少なくともミントに関しては、女性は素晴らしい存在だと思います、といったところから放送しました。ここまで。ちゃんと、切り取り報道、を批判してる人もいるのね。せっかくだし。もう一本、トースポから記事をご紹介するか。まあ、このお方はいろいろ言われてるが、多少はね。2021年2月11日、同じくトースポ。EXIT 兼近、森会長辞任に、偉そうなじじい下ろしてやったぜ、って感じがして気持ち悪い、より一部引用。お笑い芸人、EXIT の兼近大輝29、と、凛太郎34、が11日、司会を務めるニュース番組、アベマプライム、アベマ TV、に出演。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が辞任する意向を固め、後任として川淵三郎氏が有力になっていることにコメントした。番組ではこの件について、ネット上で、みんな批判してるじゃん。国民の五輪、辞任は当然。みんなの声が届いた。でも遅すぎ。やめさせて満足。発言はダメだけど、寄ってたかって叩くのどうなの、などの反応があると紹介。これを受け、凛太郎は、今、ネットで川淵さんの荒探しが始まってる、とし。見失っちゃいけないのは、本来の目的はネット上で吊るし上げて抹殺することではなく、オリンピックを成功させる、偉大なイベントを成功させるのが目的なんだと。
そのために最善で最短の策を取ることが重要であって、そこの目的だけ間違えちゃいけないと思う、と警鐘を鳴らした。兼近は、何よりも今回で気持ち悪いなって思うのが、自分が被害の及ばないところから石をひたすらぶつけて、下ろしてやったぞ、と。目的が引き下ろすというか、なんか偉そうなジジイを俺が下ろしてやったぜ、みたいな感じがすごい伝わってくる。重役。さらに、もちろん発言自体は許されるものじゃないかもしれないですけど、本当に全文聞いたのか。って、全員が全て聞いたわけじゃないと思うんですよ。誰かが言ってるから、そんなひどいこと言ってんだ。っていう切り取りの文字を読んで、攻撃してる人もたくさんいるなって感じたんで、そういう意味では、そろそろ終わりにしたいなって、どうせ変わってもまた荒探しして、みんな攻撃したいんだから、と訴えた。ここまで。気に食わないジジイを、みんなで袋叩きにして蹴落としてやったって、全文抜きにしても、今回の発言の是非については賛否あるだろうが、にしても、ヒステリックになりすぎだろ、という指摘さ。まあ、この人は以前から失言があったし、そういった意味で、またかよ。ってなったんでしょうね。それだよ。どれよ。偉そうにしてる。失言が多い。また君か。森喜朗、という人間の発言だからムカつく。こうなっていないか。どういうことよ。この発言の是非。この発言への印象。これに、森喜朗、という人物の補正がかかっていないか、という話だ。いや、この人前から色々失言してるし、こういう人間なんでしょ。そうだな。確かに、口の軽さは有名だ。総理の時もおかしなこと言ったりやったりしてたし、そうか。つまり、森喜朗、という人間の、素行、が、この発言や騒動に大きな影響を与えてるということなんだな。え、ま、まあ、仮にだが、その失言、失態が、盛られていた、としたら、どうする。え、皆さん飛び込んでいますよ。皆さん、かっこ、マスコミが、批判していますよ。この、日本人を皮肉ったジョークはほんと秀逸だと思うぜ。もしかして、この人って、ろくなことしてないイメージがあるけど、それは間違っていた。さあな。その辺、ちょいと引用してみるか。ウィキペディア、森喜朗、の前に、またかい。この人は絶賛炎上中だ。だから、ウィキペディアの記事が変わるかもしれない。あるいは、今から引用する内容も、意図的に書き換えられたものかもしれない。んなこと言ったら何も信用できないじゃない。そうだよ。だから真に受けないようにな。デタラメである可能性もなきにしもあらずだ。まあ、動画編集時に書かれてる内容を引用させてもらうぜ。ウィキペディア、森喜朗。森喜朗、1937年、昭和12年7月14日、は、日本の政治家。東京オリンピック、パラリンピック競技大会組織委員会会長。衆議院議員、文部大臣、第105代。通商産業大臣、第56代。建設大臣、第62代。内閣総理大臣、第85、86代。自由長いからもういいや。おいこら、情報多すぎるからどんどん飛ばすぜ。ちな、勘違いしてる人がリアルでいたから補足するが、2012年には政界から退いてるぜ。とっくに政治家じゃなくなってたのね。今も現役の議員と思ってる人がいたから念のため、な。政治家として現役だった頃の話はちょっと置いといて、引退を、よりちょいと引用。東京2020オリンピック、パラリンピック招致委員会評議会議長として、代議士引退後もオリンピック招致活動に携わった。2013年9月7日、現地時間、に、アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた、第125次、IOC 総会に際しては、安倍首相、武田恒和、日本オリンピック委員会会長、猪瀬直樹、東京都知事らと共に現地入り、東京オリンピック2020年、開催決定の瞬間に立ち会った。五輪招致にも関わっていたのね。ちな、東京が開催地に決定した際、お通夜ムードになってるテレビ局があったとか。何よそれ。日曜朝とかなんとかって番組だったかな。なんで五輪招致でお通夜になるのよ。嫌だったんだろ。五輪に反対だったってこと。多分な。そして、その姿勢は、今も、続いてるぜ。今も。まあ話を引用に戻そう。少々飛ばして。五輪招致決定後、森は、東京オリンピック、パラリンピック競技大会組織委員会の会長について、企業の協力、協賛やスポンサー集めを円滑に進める目的から、財界人の起用が望ましい、という考えを表明していたが、政界や、日本オリンピック委員会関係者からは、森の就任を求める声が上がった。うん、自分からやりたいって言ったわけじゃなかったの。そもそも健康面に問題を抱えていたという話もあるからな。まあ引用に戻って、日本オリンピック委員会は、張富士を、森の後を受け、日本体育協会会長に就任、ら財界人に会長就任を打診したものの、不調に終わったため、改めて、森に就任を求めた。
2014年1月、森が、東京オリンピック、パラリンピック競技大会組織委員会会長に就任した。自分からこのポストに飛びついたわけじゃなかったのね。まあ、最後は知っての通り辞任だがな。で、この話が何なの？森喜朗という人物のイメージとは関係ない話だけど。そうだな。じゃあ、その、悪印象、の元となった話に行こうか。おう、悪しろよ。森喜朗、という人物の印象を形成した最も大きな要素。失言、の前に。またかい。一応、就任時の話もな。就任、小渕総理が倒れて急遽バトンタッチになったんだ。正直、この人は全部が全部悪い方に解釈され、そのイメージが定着してしまっているからな。だから一応、就任を、前任者の急病による就任であり、総裁になるための正式な準備なしでの登板だったため、内心、正直言って偉いことになったな、と思ったという。政策では、小渕政権の政治目標を継承することを重視し、小渕が学生時代から取り組んでいた、沖縄問題の一つの到達点と目していた、沖縄サミットを完遂や、小渕が望んでやまなかった景気回復を目指した、重役。また、所信表明直後に、前から予定されていた医師の診断を受けたところ、前立腺に癌が発見された。総理になってすぐ癌が見つかったんかい？そのため、数々の、失言、がやり玉に上がって批判がヒートアップする前から、自分の政権は短命であると自覚しており、何かきちんと残さないといけないと思った、という。いや、短命だと思っていたなら、なおさら余計なこと言わなければよかったのに、それが通用したのならな。あん、どういうこと？今言った、余計なことは言わない。これを実行したのが民主党政権だぜ。民主党政権、ああ。記者が取り囲んで取材、質問することを、ぶら下がり、っていうだろ。あの対応にマイク向けられるやつ、そうだ。あそこでなんとか、問題発言、失言、を引き出すというのが流行っていた。あるいは、問題ない発言を問題発言にでっち上げようとする。最悪、挑発行為に及ぶ。ジャーナリストのズクがこの野郎。だったら無視でいいじゃない。だからそれをやったのが民主党政権だよ。そりゃ、何言っても叩き材料にされるならそうするしかないじゃない。ああ。だが、黙ってたら黙ってたで。無視、質問拒否、沈黙、黙認、と、好き勝手書かれる。積んどるやん。そうだよ。だからどうしようもないんだよ。いろんな意味で。まあいい加減引用に戻ろう。4年後の論座での証言では、癌を理由に、就任時から1年で辞めることを決めていた、と述べた。最初から辞めるつもりだったんかい？って、就任の経緯が経緯だしね。ああ。小渕総理が脳梗塞で倒れてしまったからな。癌であることが発覚すると、首相が2代連続して健康問題にさらされることになるため、森は、抗がん剤で症状を抑えつつ、癌告知を黙ったまま首相を務めることにしたが、論座編集部は、自民党と政権交代の後書きで、指導者という地位が持つ孤独性として、印象的であると述べている。自民党と政権交代では、地位について、プーチンと2001年3月に、イルクーツクで行った会談で伝えたのが最初であった。だが、その半年ほど前に、文藝春秋でのインタビューにて、小渕恵三から引き継いだ政治課題を達成したら、総理を辞めても良い旨を語っている。いろいろ間が悪かったのね。世間の評判は散々だが、なかなか大変な思いをしてた人だ。さて、こっからがお待ちかねの批判だ。就任早々、挨拶回りに訪れた橋本雄太郎元首相の事務所で、首相同棲について、ああいうのは嘘を言ってもいいんだろ、と発言した。首相同棲って、ウィキペディア、首相同棲、より一部引用。日本では内閣総理大臣、首相、が自宅、通常は総理大臣公邸、外出、総理大臣官邸での執務、国会審議対応、視察訪問、重要人物、対象は政権ブレイン、与野党政治家、ジャーナリスト、外国政府要人など、との公式会談、メディア取材会見、プライベート職が強い外出、自宅への帰宅などが、ふんだんりの時間で全部記録されて、主要新聞に掲載されることによって、前日の行動が、毎日公開、されている。ひえ、ふんたに、ある意味監視されてるようなもんだ。まあ、元の話に戻って、首相同棲で嘘ついてもいいんだろ、って発言したことね。マスコミの抗議に対して森は、平身低頭の態度を取らなかったため、マスコミの態度も硬化していった。首相がマスコミの抗議に平身低頭って、ほんと、この頃からマスコミって権力者だったのね。最初に触れたが、森氏もマスコミ相手に一歩も引かなかったからな。だから、マスコミにとって森喜朗は、生意気で気に食わない人間だったんだよ。どんだけ自分たちが偉いと思ってるのよ。あれ？どうした？もしかして、森さんの評判やイメージがめちゃくちゃ悪いのって、マスコミを敵に回したから。さあな。口が軽い人だったのは間違いないからな。ちな、この、嘘発言、についての詳細があるから、そっちからも引用するぜ。
メディアへの反論など、より引用。気象同棲について、嘘を言ってもいいんだろ、という発言の全体は。気象や就寝の時間については嘘を言ってもいいんだろう、である。これは、実際番記者がいい加減な同棲を報じていたことによる。ここでも雑な切り抜きを。この発言の背景として、就任当初は前総理の小渕が病床にあり、小渕の家族も公邸からの引っ越しどころではなかったため、森は7月頃までは私邸から通っていたことがある。番記者はそれを追いかけていたが、深夜、早朝は時事、共同の代表取材であった。番記者？番記者とは、特定の取材対象者に密着して取材を行う記者のことを言う。さっきの気象同棲書いてる人たちかしら。だが、森によれば、彼らは、自分たちでちっとも努力をしないのに、形だけにはこだわる、という。気象、就寝時間もいちいち確認に来るが、身長45に書いたところによれば、私はいつも2時頃までは起きていて、家人を先に休ませるから、家人に私の寝る時間がわかるわけがない、状態だった。経営塾のインタビューでは、寝た人がどうして伝えられるんですか、と述べている。家人って、ここではおそらく、家族、のことだろうな。先に寝る家族相手に、自分たちより遅くに寝る師匠の就寝時間を聞くって、根本的な問題として、私の寝る時間が国政とどんな関係があるのか、とも書いている。実際には夫人の千恵子が、じゃあ丸字ということにしてください、と、記者たちに取りなしていた。自分たちが早く帰りたいものだから、11時半に帰ってきたら、15分後に、何時にお休みでしょうか、と尋ねてきたこともあった、ため。彼らにも気の毒になり、半ば番記者たちのことを思って、橋本雄太郎との会話で、嘘を言っても、という発言をしたところ、嘘をついていい、と報じられたという。遅くなっても帰れない記者を思いやっての発言が、こういったこともあって、森喜朗氏も、マスコミに悪印象を抱いていたんだろうな。まあ引用に戻って、2000年5月15日、日本は天皇を中心とした神の国。いずれにしてもこの時天命が下ったのかなと思いました。総理大臣になりました時、まさにこう申し上げました。まさに天の廃材だろうと。だからこそ、恥ずかしいことをしてはならない、まさにお天道様が見てござる、神様が見ていらっしゃるんだということを一つだけ、大事にしながら政治が過ちにならないよう、しっかりと頑張っていきたいと思います。と発言し、大きな波紋を呼ぶ。うん、これがどうして問題発言なの？ウィキペディア、神の国発言、より一部引用。神の国発言は、2000年、平成12年、5月15日、新党政治連盟国会議員懇談会において、森喜朗内閣総理大臣、当時、が行った挨拶の中に含まれていた。日本の国、まさに天皇を中心としている神の国であるぞ、ということを国民の皆さんにしっかりと承知していただく、そのために我々、新政連関係議員、が頑張ってきた、という発言。この時、新党政治連盟の会長は、綿貫民助が務めていた。しかし、当時は前首相の小渕恵三が病死した直後のことであり、その通夜で綿貫は出席することができなかった。そのため、急遽役員であった森が出席し、挨拶を行った。この発言に対し、天皇制そのものを否定する立場に立つ自治労や連合サハローソなどの左翼団体。および、それらの団体を支持母体とする民主党などから、激しい反発が起きた。また、朝日新聞、毎日新聞のみならず、産経新聞を含めたあらゆるマスコミからは、国民主権や政教分離に反するものではないか、戦前の軍国主義を思い起こさせる、などの批判が連日行われ、世間の注目するところとなった。他にも、一国の総理がこのような宗教関連団体である、新党政治連盟の集会に出席すること自体への批判もあった。また口の軽さが災いしたのね。当時は、一斉に森首相の発言を批判する立場に立っていた報道機関だが、後には、産経新聞や朝日新聞など各社が、批判は、挨拶文の一部だけを意図的に抜き出して、曲解した不当なものだ、として。はぁ、首相を擁護する記事や投稿文を掲載することもあった。おいおいおい、結局今回と同じ流れやんけ。まあ政教分離に関しては何かと騒がれるから、ちょっと脇が甘かったかもな。ここからは、森喜朗氏本人の反論をご紹介しよう。2007年9月、ウィル、より、主権在民、国民主権、とは、矛盾しない。戦前は天皇と結びつけて戦争をした。そこで主権在民、信教の自由を謳い、侵略戦争を放棄するということを国是とした。天皇中心は、日本の悠久の歴史と伝統文化という意味で申し上げており、戦後の主権在民と何ら矛盾しない。どうして撤回しなければいけないのか。話の内容は、もっと命を大事にしよう。生命は神様がくれたもの。その神はアマテラス大神でも、日蓮でも、お釈迦様でも、イエス、キリストでもよい。自分の信ずる神仏でよい。ここまで。別に。
天皇のために命を投げ捨てろとか、絶対服従しろとか、戦前の体制に戻ろうとか言ったわけじゃないのね。みたいだな。今まで聞いた話って、大抵、本人の口の軽さ、言葉の足りなさと、発言の一部を切り抜きするマスコミが原因で問題化されてるのね。まあ乱暴に言えばな。切り抜きといえば、こんな話もある。まだあるんですかい？無党派は寝ていてくれればいい。2000年、6月25日の投票日を前にした20日、遊説先の新潟市内の演説で、報道各社の事前の調査で、与党が安定多数を確保する勢いである、と報じたことに触れて、次のように述べた。無党派と言われる人たちの判断が最後は選挙を決める。自民党が強い、というと、方眼びいきみたいなこともある。まだ決めていないという人が 40% ぐらいいる。そのままと言って、寝てしまってくれれば、それでいいんだが、やっぱりそうはいかない。まあそう都合よくはいかないでしょうに、と思うだろ。あん？そのままと言って、寝てしまってくれれば、それでいいんだが、やっぱりそうはいかない。最後の一文の、やっぱりそうはいかない。これだ。それが何なのよ、引用再開。そうはいかないという部分が、切られて、テレビで繰り返し放映され、言葉が一人歩きを始めてしまった。まだ決めていないという人が 40% ぐらいいる。そのままと言って、寝てしまってくれれば、それでいいんだが。そのまま投票に行かず、そのまま寝ていてくれ。って報道されてしまったのね。本人曰くな。最後の一文があるかないかで、全然意味が変わってくるじゃない？連中もそれを分かっててやってるのさ。それこそ、安倍元総理も散々やられただろ。選挙に勝つためなら何でもする、って発言とかね。ああ。野党は、選挙に勝つためなら何でもする、といった発言が、頭にある、野党は、を切り抜いて報道。結果、自分たちが勝つためなら手段を選ばない、という内容で報道された。ほんとこいつら。この手口は本当に多い。秋葉での演説もそう。中には、発言内容と字幕を麻薬にした例だってある。俺の怒りが有頂天になった。まあ、この時はすでにネットも普及してたから、森氏ほどひどいことにはならなかったが、これだけ好き勝手やっても、こいつらにお咎めなし。お咎めあったら、言論弾圧だ。って発狂するのは目に見えてる。そして、その発狂側の言い分が正しい、と受け取る国民が多いのも、な。世論の支配者。まあいい加減引用に戻るぜ。森は、僕の失言だと言えば失言かもしれないけれども、僕の演説は必ず反語を使っているんです。リカバリーするやり方をしているんです。ところがマスコミの人たちは、その部分を書かないんだ、とメディア批判をしている。この、僕の失言だと言えば失言かもしれないけれども、僕の演説は必ず反語を使っているんです。リカバリーするやり方をしているんです。この部分。まさに今回のことね、ああ。時間がかかるといった話を、とある人、から聞いた。その後の、うちの組織にいる女性は素晴らしい。といった旨の発言。この部分をカットする。ほんと、連中は昔から全然変わってないのね。文字通り、今も昔もな。だから森さんはいつもターゲットにされる？マスコミにとっては、どんどん失言ネタを提供してくれる人であり、自分たちに立てつく生意気な奴だったからな。当然、切り取りや言葉狩りはたくさん出てくる。おまけに、現職地は今みたいにネットは普及してない。マスコミの喧嘩。ね、ああ。気に食わない、邪魔な対象には、悪印象、嫌悪感を持つよう誘導する。これに成功すれば、あとはどんな嘘800。切り抜きだろうが通用する。そんなもんなの。何度か触れてる、感情バイアス。事実よりも感情を優先してしまうあれ、ああ。こいつムカつく。こいつ嫌い。こういった感情を抱いたら、どんな事実、根拠を突きつけられようが。嫌い、という感情を根拠に否定してしまう。悪い方向に解釈してしまう。聞く耳を持たなくなってしまうのね。この段階まで持っていければ、ほんと何でも批判につなげられるぜ。今何でもって、そうだよ。じゃあ、そのあたりの例を紹介しよう。言葉狩りについても森は批判している。地元に帰って挨拶をした際、間もなく総選挙だが、私はなかなか帰れないので、15のことをよろしく頼みます、と述べたところ。朝日新聞などが、戦争用語を使うとは何事か、とバッシングした。またお前か。出陣式、必勝祈願、といった言葉は、選挙の際には常套句であるため、森は、こうした言葉は単なる比喩に過ぎない、と述べている。また、15、という言葉の意味も、書き方も知らない記者もいたという。ここまで来ると因縁つけてるだけじゃない、潰すことが目的だからな。今も。お次の例。幹事長時代は、新聞社やテレビ局でも対談の申し込みがあれば受けていた、が、首相時代は、それが簡単にできない仕組みになっていたことを森は語っている。仕組み？集約。総理が語る、という番組が慣習的に制作されてきたが、この番組の放映は、NHK と主要民放系7局による輪番制であり、
2ヶ月に一度行っても、1年に一度一つの局を回るかどうか、と述べている。さらに、この種の番組の放送前には必ず、新聞社との間でグループインタビューが必要というカルテルがあり、制約となっていた。業界の暗黙のルールがあったのね。それを踏まえた上で続きを。田原総一郎は、サンデープロジェクト、にて、森さん、電話をかけてくれ、と呼びかけたが、前任者の小渕がテレビ朝日に電話をかけた際、同社は協定破りで記者会で処分を受けており、首相がかけられないことを分かっての呼びかけであった。分かってて呼びかけたのかこの野郎。そのため森は電話に出ないでいたが、逃げている、と思われて、いろいろなところから自宅に電話がかかり、最後には電話が壊れたという。なお、口述のように首相辞任後は、雑誌の対談などにもいくつも応じている。相手が応じられない、鼻からできないと分かってた上でのパフォーマンスだったのね。だが、世間は森氏が、逃げた、と判断した。いや、一国の総理が、一民法のその場の呼びかけに応じるわけないでしょうが。しかも、業界のルールでもやってはいけないことって知ってて、それでも、世間はそうは見なかった。すでに、感情、が受け付けなくなってた。かもしれない。こいつ嫌い。叩かれて当然、という空気が蔓延。いや、作られたと言うべきかもな。そのため、ちゃんとした功績もろくに取り上げられない。感情的に受け付けなくなったら、どんなものでも認めない。拒絶する。それが感情バイアスの厄介なところさ。まあ、今少し触れた功績についても引用を。2000年秋に、原油価格の値上がりが問題となっていた際、イランのハタミ大統領が来日し、アサデガン油田の優先交渉権を獲得した件を挙げている。前の動画でも触れたが、石油は日本人の日常を維持する。日本の生命線だからな。一日とんでもない量の石油を使ってたのよね。ああ。そして、一日とんでもない量の石油が日本に運ばれ続けている。これが断たれたら、今の何気ない日常は崩壊する。燃料含め、石油由来のもので囲まれてる生活だものね。ああ。この石油に関してしっかり仕事をしていたのだが。だが、それは引用の通り。背景として、2000年2月にアラビア石油が、各自油田に持っていた権益が失効しており、森内閣に切り替わった春頃より、日本側は新油田の獲得に向け交渉を加速させていた。その辺はちゃんと仕事してたのね。しかし、あん？この件について、日経と NHK は扱いがあったが、民放は報道に消極的で、官房長官を辞任した中川秀直が、右翼と酒を飲んでいるという映像の放送に注力していた件を挙げている。叩く対象のイメージアップになるものは闇に葬る。今でも使われる手法だ。もうここまで来たら、橋が転がっても批判、だぜ。アフリカを歴訪した際は日本の新聞に、正月から名刺でも配りに行くのか、と、揶揄されるなどと批判され、歴訪の意義については CNN の方が先に注目したという。歴訪しなかったら、何もしないやつ、って言われる未来が見えたわ。また、訪問先のうちケニアでは、自然公園と難民キャンプが訪問先に入っていたが、次のようなエピソードを語って苦言を呈している。自然公園を訪れた際には、たまたま象がいなくて案内係が萎縮していた。その案内係のネクタイには、象の絵が描かれていたため、森は、象がいないはずですよ。あなたのネクタイの中にみんな集まっているのですから。と、ジョークを言ってば収めた。しかし、翌日の日本の新聞は、軽口を叩いた、と批判した。気を使って言ったつもりのジョークが。ほんと、何やってもぶったたかれる状態ね。理不尽な批判、印象操作は続く。難民キャンプを訪れた際に、マラリアにかかっている乳児を母親が注射をしてもらいに来ていた。森が患者たちと話していると、マスコミは、患者や母親を蹴飛ばすように動き回り、苦しんでいる患者の周囲で平然とカメラを回し続けた。森は無作法さにいたたまれなくなり、報道陣は出て行ってください、と言った。マスコミがこの一件を、森が怒鳴りつけて摩擦を起こした、ように報じたため、森は後で、私の悪いところは書きたければ書けばいい。しかし、記者である前に日本人であれ、相手国に対して礼を失しないように書いてほしい、と苦言を呈した。日本人の面汚し、取材時の横柄さは結構有名だからな。当然、これら横暴な振る舞いは編集でカットされ、闇に葬られる。続けるぜ。森がアフリカ歴訪から日本に帰国したのは、2001年1月15日だった。帰国直後ということもあり、1月17日早朝の、阪神大震災記念式典には欠席した。このことを新聞は、被災者の孤独死を挙げて、後ろめたくないのか、と批判した。他被者を批判の出しにしてんじゃねえよカス。にしても、ほんと、橋が転がってもぶったたかれる状態ね。世論を簡単に操作できる側が世論を操り、森喜朗氏への嫌悪感、悪印象を植え付け、叩かれて当然、ムカつく、ざまあみろ、という空気を作り、あとは気の済むまで、潰れるまで袋叩き。この手のエピソードはまだまだ続くぜ。2001年1月末に、スイスで開かれたダボス会議についても、
歴代の首相は予算委員会と重なるため、出席見合わせが続いていた。森は、経済面の重要性から出席を決めて、ハードスケジュールを組み、チューリヒに飛んだ。飛行機の到着は夜となり、車でリゾート地であるダボスの会議場に行くと3時間かかり、ヘリも飛ばせなかったため、その日はチューリヒで一泊した。マスコミは、ダボスのパーティーをサボり、チューリヒで食事をしていた、と批判した。ここまで来ると、吐き気を催す邪悪ね。他にも、ビル・クリントン大統領に対し、Who are you?と発言。はぁ、あ、アメリカ大統領にそんなこと言ったの？これは捏造だとわかっている。あ、はい。毎日新聞論説委員の、高畑昭夫が創作した話だと認めている。ワイワイといいこいつら。ワイワイ問題は後世に残すべき話だと思ってる。だから、気になった人は過去動画を見てくれな。さて、次は有名な話。愛媛丸事故。最初はちょっと省略して。森は、第一報が入った時ゴルフ場におり、連絡は SP の携帯電話を通じて入った。衝突により、日本人が多数海に投げ出されたことや、相手がアメリカ軍であることも判明していたが、森は、第2報の後の第3報が入るまで、1時間半の間プレイを続け、これが危機管理意識上問題とされた。国会でも取り上げられ、詳細が議事録に残っている。これは有名な話よね、ああ。ただ、別の話は本当に、無名、なんだがな。別の話。午前10時50分に第1報を受けた後、午後0時20分の第3報まで、3ホールほどを回ったとのことである。森の主張によると、愛媛丸事故の一報が入った時、ある関係者から、すぐにはその場を離れないように言われたので、ゴルフ場で待機していたとのことである。連絡は携帯電話を通して伝えられた。この事故の報道で、森のゴルフプレイ姿が繰り返し放送されたため、悪印象が増幅した。大事故が起こったのにのんきにゴルフしてたのね。その、態度、が問題と言われるのは仕方ないかもしれないが、もっと悪質なものがあったんだよ。え？森のゴルフ批判の際に使われたのは上述のように。事件当時の映像ではなく、夏に撮影されたものであった。それを見た森は、マスメディアが私のイメージを落とそうと、総がかりで襲ってきたな、と感じ。マスコミが作り出す、世論、にはもう抗えない、と認識した。そのため、辞任を決めた最も直接のきっかけは、愛媛丸事件だという。無関係の映像を、さも当時の映像のように流し続ける。マスコミの森氏に対する敵意、悪意がどれほどのものか。よくわかるだろ。完全に潰しに来てる。今回叩かれた、逆切れ会見。これら昔から続く理不尽な仕打ち。たまりに溜まっていた感情が、あの場で一気に吹き出したのかもな。一応付け足しておくと。愛媛丸事故が大きな国際的事故であったとしても、すべて総理の責任とするのは、日本の法制上から言って誤りである。日米安保条約と日米外交問題は外務省所管だが、一般論から言えば、海難事故は国土交通省と、その指揮下にある海上保安庁の所管であり、愛媛丸が水産高校の実習船であることを考えると、文部科学省の所管でもある。このように、責任環境が複合するような時は、指揮命令系統の統一のために、内閣官房を所管とする安全保障会議を開催するのが常道であって、外務省が動いた後に、所管は内閣官房に移るので、森総理はゴルフ場からでも一言、所管大臣は官房長官、と、指示しておくだけでよかった。森総理が言う通り、愛媛丸の衝突は事故であるが、総理の危機管理、ではない。総理の管轄ではなかった、とあるな。だが、こんな理屈が通用する状態ではなくなっていた。世論の森喜朗氏に対する感情はすでに、こいつムカつく、こいつ嫌い、早くやめろ、に染め上げられていた。その上で、ゴルフをしてる映像を垂れ流す。でも、その映像自体、ああ、過去の映像であって、当日のものではない。だが、見てる側がそれを検証する方法も、反論する場もなかったし、すでに森氏の振る舞いすべてが勘に触る世論が形成されていた。橋が転がっても森が気に食わない。マスコミも世論も完全に敵にしてる。おまけに、党内からも裏切る人間が出る始末。そして最後は、辞任。というのが現在のウィキペディアのお話だ。おいこら、ここまで言ってそれかい、言っただろ。この人は絶賛炎上中だ。ウィキペディアの内容だって、上げ、下げ、の書き換え合戦が起こっていても不思議じゃない。まあ、一応出典が添えられてる話もあるが、あんまり真に受けすぎないようにな。あと、失言の多い人であったのも事実だ。それを差し引いてもあんまりじゃない、ああ。椿事件じゃないが、現職総理をマスコミが影響力を最大限に行使して潰す。これが事実なら本当に恐ろしい話ね。そうだな。まあ、今回の会長職辞任騒動を見れば、マスコミ総攻撃の話はさもありなんね。まあ、これらの話が事実と前提した場合、それは、森氏を叩く、叩かれて当然、という土台が、今も盤石であるという事実にもつながる。叩く土台、ああ。
今回の会長辞任の原因って何だった？女は時間がかかるから面倒って感じの発言だっけ？確か、誰かが言ってた話を紹介したんだっけ？あの全文を見ると、そうも受け取れるな。そして、うちのところにいる女性たちは素晴らしい。ともな。私は必ず反応を使う、後でリカバリーをする。ね。この発言自体はいろいろ言われるかもしれないが、今の騒ぎ方、吊るし上げ方、やめた後も追いかけ回し、追い詰める。世界の女性を敵に回した。こんな仕打ちを受けるほどの発言だったか。過去に例を見ない、日本史に名を刻むような失言だったか。いや、それは、発言した人物が、森喜朗、という人間だったから頭に来た。こいつは前から失言を繰り返していた。だから、いくらでも叩いていい。殴りつけてもいい。心のどこかで、そんな風に思っていないか。こいつ嫌い。こいつムカつく。ああ。途中で引用した。金近は、何よりも今回で気持ち悪いなって思うのが、自分が被害の及ばないところから石をひたすらぶつけて、下ろしてやったぞ、と。目的が引き下ろすというか、なんか偉そうなジジイを俺が下ろしてやったぜ、みたいな感じがすごい伝わってくる。発言の中身、事実がどうこうより、嫌いな奴を叩き潰すことが目的に。仮に、これが本音だとしたら、これは本当に怖い流れだ。この話は、何も森氏に限らない。他でも起こる、ああ。過去の動画で、印象形成、というテーマを扱ったのを覚えてるか。記憶にございません、そう。どんなもんだったっけ？感情バイアスの前段階的なものさ。その対象へ持つ印象。その根幹となる、中心特性、と。対して影響のない、周辺特性。また、第一印象こそ全て、と似てる。一番最初の印象が、その後の評価へ長く影響を与える。プライマシー効果、初等効果。また小難しいこと言い始めたぞこいつ。なあに、簡単な話さ。それこそ、森氏を例に出せばわかるだろ。森喜朗氏、ああ。森喜朗といえばこれだ、という印象はなんだ。やっぱり、失言、かしら。そうだよな。森氏を知ってる大半の人は、大抵このイメージだろう。まあ、森さんのいい話って全然聞かないからね。その最初に浮かぶ、あるいは与えられる情報から来る。失言、というネガティブな第一印象。これこそ森氏の、中心特性、であり。この、失言の人、という印象が後にずっとついて回る、プライマシー効果。だからこの人ってイメージがないのね。ああ。良くも悪くも、最初の印象は、後の評価に影響を与え続ける。第一印象は大事ってことね。当然、これを挽回するチャンスはあった。そんなものあったっけ？さっき話しただろ。石油関係の交渉や、肯定液が発生した際の対処等だ。へぇ。でだな。今の石油や肯定液の話を聞いて、失言だよー、という印象は変わったか？いや、それは。あ、わかったか。たとえ良いこと、プラスになることをしていたとしても、最初、または今までの印象を覆せない。これが、周辺特性、ってやつさ。じゃあ、最初に悪いイメージがついたら罪やんけ。よほどのことがない限り覆せないだろうな。この後は、良くも悪くも、感情バイアス、が待ってる。事実や根拠より、好き嫌いの感情が優先される？ああ。是々非なんて機能しない。そして、この集大成として、今も、悪印象、を引きずり続けてる人物。本人に落ち度はあれど、マスコミを敵に回したことで、過度な、悪印象、を植え付けられ、過剰に標的にされた人物。それが、森喜朗氏、という見方もできるって話さ。ここまで来てそれかい。実際、森氏も結構やらかしてるからな。ただ、いくらなんでも、叩き、がどうこしてると感じるのも事実。まあ、発言全体を見ると、ここまで袋叩きに合う内容かな、とは思うものね。先ほど言ったことだが、おそらく、森氏ならいくら叩いてもいいという、土台、空気、が出来上がっていたんだろう。印象形成。森氏の話だけでなく、これは本当に気をつけた方がいい。意図的な印象操作を行い、対象に悪印象、嫌い、嫌悪感という感情を抱かせたら、よほどのことがない限り、この、印象、イメージ、は払拭できないからな。一度そのイメージがついたら、もう理屈抜きで、嫌い、に、ああ。当然、逆も然りだ。森さんはすでに、女の敵、レベル扱いされてるものね。下手したら、かの人は一生そう扱われるだろう。ほんと、マスコミって恐ろしいわね。そうだよ。コメント返し会でも言っただろ。人間を操れる、恐ろしい力を持ってると。まあ、辿っていけば今回の話だって、マスコミが取り扱ってるんだものね。ああ。この、印象操作、は本当に恐ろしい。この罠にはまらないようにな。これにはまってしまうと、判断の物差しが、感情、となり、嘘か本当かなんてどうでもよくなり、最悪、事実でも否定してしまう、歪んだ事実をも受け入れてしまう、
歪んだ事実。時間がかかる、という伝聞、が、マスコミによっていつの間にか、世界中の女性を侮辱した、という発言に作り変えられただろ。そして、それがさも、事実、として扱われ、広まった。そういえば、世界中の女性から怒りを買った、なんて記事もあったわね。ああ。嘘でも本当になってしまう。そうだ。まあ、女性蔑視と騒ぎ立ててるマスコミ自体に、ブーメランが刺さってるのもまた滑稽だが、あん、どういうこと？マスコミは、女性蔑視だ女性の扱いが、って騒いだだろ。そうね。これだけ騒いでるんだ。マスコミ界は、さぞかし女性に優しい世界なんだろうな。まあ、こんだけ話ひん曲げて叩いてるぐらいだからね。2021年2月9日、バズフィードジャパン。森会長だけの問題じゃない、マスコミで働く女性たちの危機感、より一部引用。え、民放、新聞、出版など、マスメディア各社の労働組合で作る連合会などは、2月9日までに、女性役員を増やすよう各業界団体に提言した。うん、女性役員を増やす提言。各団体の女性役員の人数は、0から2人に過ぎず、ほとんどが男性だ。はぁ？在京テレビ局の番組制作部門のトップに、女性は0。新聞38社の会社法上の役員数は、全体319人中10人と極めて少ない。おいこら、完全にお前が世の案件じゃないかい。発表、数字は昨年度、によると、日本新聞労働組合連合、新聞労連、に加盟する各社、回答41社、では、女性従業員は、19.92% に対し、管理職、管理的職業従事者、の割合は、7.71% に過ぎない。会社法上の役員では、3.13% だ。また、在京テレビ局では、女性従業員の割合は、24.2%、課長級以上の割合は、15.1%。役員、局長の女性比率は、0。もしくは非常に低く、コンテンツ制作部門、報道、制作、情報制作、の局長には、女性は一人もいなかった。重役。各労働組合で作る、連合会の提言では、社会のあらゆる分野において、指導的地位女性を少なくとも3割程度、にするという政府の目標、当初は2020年までだったが、30年に延期された、に触れながら、以下のように警鐘を鳴らした。日本のメディアの業界団体では、役員における女性の割合が0、や僅少、な状態が続いています。私たちは、この現状に強い危機感を抱いています。メディア業界には、各媒体で女性の数は増えている。差別はなく実力があれば、女性でも管理職になれるので対策は必要ない、という声が根強くありますが、このままでは、改善を遅らせるだけでなく、読者、視聴者からの批判や、政府からの介入を招きかねません。ここまで、おいおい、女性蔑視云々追求してたあんたら自体が、全然女性を重用してなかったんかい？そもそも、森氏の発言自体蔑視かどうかも怪しいしな。しかも、政府の介入、って何よ。最初の方で触れた、ガバナンスコード、じゃないかな。それって何だったっけ？女性の割合を〇〇%にしろっていうお達しさ。にしても、女性に寄り添って、女性の敵を叩いてる格好をとっておきながら、自分たちの業界も全然女性が重用されてないって。まあ、この、ラブスタ、お前が言うな、という指摘はともかく。これは私個人の考え方だが、目標値を設定して、無理やり女性起用率を上げようとするのは、根本的にずれてると思ってる。なんでよ、女性であることを理由に冷遇される、機会を奪われる、いわゆる、男尊女卑、の是正。これは絶対必要だ。だが、単に、達成すべき数字、を設定し、ゴールにするのは間違ってると思う。だからなんでよ。これって要するに、女性だから、優遇する、って話になってしまうだろ。女性だから優遇する、そうだ。さっきの、目標値、がその例さ。起用される人がどんな人かなんて関係ない。目標達成のため、とりあえず女性、だから、起用する。能力がある、優秀だろうが関係ない。目標達成のため、男は、問答無用で、除外する。これって、本当に平等、公平と言えるのか？いや、女だから機会に恵まれないってことも、だからそれが、男尊女卑、だろ。あ、その人が女性だから機会すら与えられない。これはとんでもないことだ。男女問わず、チャンスは平等に与えられるべきだと思う。その上で、男性を起用するか、女性を起用するか、能力や人柄、人徳など様々な要素を考慮して決めればいい。だが、この、達成すべき目標値、割合が〇〇%に達していないのは問題。これを言い出すと、中身問わず、目標値を満たすこと自体が目的になってしまう。平等同行じゃなくて、ただ数字達成が目的。ああ、こんなのおかしいだろ。だから、私は根本的にずれてると思ってる。男尊女卑はあってはならないが、目標達成のため、無理やり平等を要求、設定し、そのために女性を優遇する。
これは、裏を返せば男が冷遇されてることになってしまう。今まで男が優遇されてたんだから、今度は女性が優遇されてもいいんじゃね。それを口にした時点で、平等は建前です。って認めることになるんだぞ。あ。もともと男が占めていた世界に、女性が進出し始めたんだ。歴史的に長らく続いた、男性社会、と対等に渡り合うなんて、並大抵のことじゃないし、時間だって相当かかるだろう。じゃあどうしたらいいのよ、知らん。はぁ、あ、そんな簡単に答えが出るわけがないだろ。平等に扱わない、あるいは平等に扱えない。そもそも性別は関係ない。性別以前の問題だったりと。これについては、本当にケースバイケースだ。平等不平等という言葉で片付けられるほど単純な話じゃない。単純に目標値を設定し、これを守らせるのは可能だろうが、必ず別の問題が起こる。男女は同権であっても同質ではありえないというように、行き過ぎた平等は大きな不平等を生み出すことにもなる。数字設定して、これを守れ、で済む話じゃない？と、思ってる。それと、表向き、女性は冷遇されている、だから平等を、という主張をよく見かけるが、それが、建前、と思わざるを得なくなってしまうケースもある。うん、建前。2020年、12月16日、産経新聞。パリ市、女性起用しすぎで罰金、男女クオータ法違反で、より一部引用。女性起用しすぎで罰金。フランス政府は、パリ市が管理職への男女クオータ、割り当て、を定めた法に違反して、女性を起用しすぎだ、として、9万ユーロ、約1100万円、の罰金を課した。パリ市の女性市長、イダルゴ氏が15日、市議会で明らかにした。女性割合が少ないって話題ばかりだけど、こんなこともあるのね。ああ、パリ市では2018年、局長級職員に、女性を11人、男性を5人起用した。12年の方は、女性の政治参加を進めるため、自治体の管理職登用で、男女それぞれ 40% 以上、とすることを定めており、市は違反と認定された。女性職員の方が倍以上いたのね。ああ。で、どうなったと思う？どうなったって？男女平等に反してるからすぐに改善。イダルゴ氏は、馬鹿げている。男女平等の推進で、パリ氏が成功したことを誇りに思う、と述べた。あ。おいおい。平等平等言うなら8人ずつにするやろ。モンシャラン公共変革、公務員省は自身も女性で、イダルゴ氏の発言をツイッターで指示した。パリ氏の罰金は女性起用を進めるために使う、と発信。自治体への割当て規制は19年に廃止されたと説明した。ここまで。なんなんやこれ。平等はどこ行ったんや。手段が目的になってしまう典型だな。立場が逆転、自分が優位に立った途端、男女比を指摘されたら、馬鹿げてる、って。これが平等を謳う人間が信用されない理由の一つさ。結局自分が優位に立ちたいだけ。さあな。ただ、結局のところ、平等、なんて建前だったってことだろ。本当に、平等、を目的としてるなら、じゃあ男も増やします。で済む話なんだ。いやいや、数字やルールを理由に、そんな簡単に人員入れ替えていいんかい。法律違反を理由に、女性強引に外して、数合わせに男性起用っていくらなんでも、だから私はおかしいと言ったんだ。中身、実態なんてどうでもいい、設定された目標値を守れ、満たせ、じゃないと違反だ。こんなのおかしいだろ。ま、平等を訴える側が、逆に、訴えられる側、に立ったらどんな態度を取るのか。この辺もよく見ておくといいぜ。そこで本性が現れるからな。さて、いろいろ脱線したが、いい加減話を森氏に戻そう。森さんが袋叩きにあったけんね。ああ。森氏の切り抜かれた発言が、これほどの騒ぎとなるほどのものか。時間がかかる、発言が、女性蔑視と言えるほどの発言なのか。ここまで吊るし上げられるものなのか。はたまた。森氏、だから、袋叩きにされたのか。そのあたり、一歩引いて考えてみるのもいいぜ。以前から評判が悪い、失言が多い。嫌なやつ。偉そうにしてる、権力を持ってる、金も持ってる。だから、ムカつく、嫌い。だから、リンチにあって当然。その評判も、失言の一部も、自分たちに反抗的な態度を取る森氏が気に食わないマスコミによって、作られた、イメージ、かもしれないぜ。感情バイアス、ああ。先手を打って、一部を切り取り、女性蔑視発言だ。と騒ぎ、失言、という印象を形成する。プライマシー効果。もともと、森氏に対する悪印象は形成済みだから、効果は抜群だ。当然、後から出てくる反論。時間がかかって困る、というのは伝聞。うちの女性メンバーは素晴らしいという旨の発言。たとえ事実だとしても、これらは、先に植え付けられた印象を覆すほどの材料にはならない。影響を覆すほどではない印象、周辺特性、ね。すでに、嫌い、ムカつく、という印象が形成されているから、どんな情報が出てきても、この印象は覆せない。プラスには働かない。それが感情バイアスね。
これらの感情をうまく操り、拡散していけば、森氏一個人へのリンチも正当化されてしまう。悪いのはこいつなんだ、ってな。エスニックジョークで言うと、みんな批判してますよ。ね。まあ、今の話は、あくまで、森氏の反論が事実であった場合の話だ。マスコミが曲解、切り抜き、変更報道をしてた場合ってこと。ああ。何しろ情報錯綜中だからな。マジモンの単なる失言だってなかったわけじゃない。この人の振る舞いを見る限り、何とも言えないのね。まあ、それを加味しても、今のヒステリックとも言えるバッシングはちょっと、な。まあ、実際にヒステリックになってるのはマスコミだけかもしれないしね。いや、マスコミに加えて、別の勢力も参戦してるぜ。別の勢力、ああ。実は、さっき長々語った、男女平等云々の話は、この話への伏線だったのさ。ちゃんと回収しなさいよ。で、どんな勢力なのよ。2021年2月16日、朝日新聞デジタル。森会長発言への抗議の署名が15万筆帳、組織委に提出、より一部引用。東京オリンピック、五輪、パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長の女性蔑視発言に抗議し、森氏の処遇の検討や、再発防止策を求める署名が、15万筆を超え。16日、若者の政治参加を促す団体、ノーユース、ノージャパン、代表、で、境内4年の、農場桃子さん22、ら呼びかけ人が、組織委に提出した。発言翌日の4日夜から、署名サイト、change.org 上で開始、性別を問わず、幅広い年齢層から集まったという。署名とともに、再発防止策を策定する予定はあるか。今年6月の理事会選の際、女性理事の割合を最低4割にする目標は設定されているか、など、8項目の公開質問状も手渡した。提出後の記者会見で、農場さんは活動の動機について、こんなことで起こらなければならないのは、私たちの世代で終わりにしたい。森さん個人がものすごく時代遅れな差別主義者とは思っていない。森さんを取り巻く社会の雰囲気が大きく影響している。個人ではなく、社会に声を上げる必要があると思った、と語った。まあこんなもんで、森さん自体は差別主義者と思ってない。そりゃそうだろ。あの発言から差別主義者はさすがに暴論が過ぎるだろう。それに、まあ、平たく言うと、この、ノーユース、ノージャパン。これがな、それって何、団体って書かれてたけど。じゃあ、ちょいと公式ページから少し抜粋するか。インスタグラム、ノーユース、ノージャパンのページから。私たちがジェンダー平等な社会を作る、より一部引用。あ、冊子。長いから一部のみな。女性が多いと会議が長くなる、という森喜朗会長の女性蔑視発言に対し、IOC、国際オリンピック委員会、が、問題は終わった、と表明したことを受けて、終わらせないと訴えるためでした。ジェンダー平等は、今回の発言だけの問題ではありません。選択的夫婦別姓、指導的地位につく女性の割合、男性の育休の取りづらさ。もちろん、女性が参政権を獲得したり、男女雇用機会均等法の制定、企業による女性管理職を増やす方針など、ジェンダー平等への動きは日々進んでいます。男は、女は、と言われることも少なくなったかもしれません。社会は日々良くなっている。でも、まだまだゆっくり。私たちが生きたい社会は、ジェンダー平等な社会です。私たちがジェンダー平等な社会を作る。引用はここまで。なんか、急にうさんくさくなってきたんだけど、そうかもな。森氏に対して、謝罪しろ、辞任しろ、という署名を渡すならまだしも、社会全体の問題、男女平等、を持ち込んできたんだ。なんか不意味臭が漂ってきたわね。そりゃ、女性蔑視、なんて騒がれ方をしたんだ。その手合いが群がってくるのも当然だ。繰り返すが、男尊女卑是正、と、男女平等、は全くの別物だからな。ちな、この話については、こんな面白い発言もあるぜ。あん、発言。さっきの朝日新聞デジタルの引用に、change.org ってページで署名を集めたと言っただろ。そうだったかしら。このページをちょいと覗いたんだが。まあ、これもちょっと引用した方が早いな。change.org ページ。女性蔑視発言、女性入る会議は時間かかる、森喜朗会長の処遇の検討、および再発防止を求めます。シャープジェンダー平等をレガシーに、より部分的に抜粋。完全に蔑視発言扱いになっとるやん。森会長の処遇の検討。女性、を一括りにして、会議のあり方について述べることは、明確な偏見です。また、同じような状況に置かれている女性をはじめとした、様々な立場の方をも萎縮させる可能性があります。これは、すべての個人はいかなる種類の差別も受けることない、というオリンピックやパラリンピックの精神にも反しています。集約。再発防止策の実施。JOC、大会組織委員会、には、今後、こういった発言が繰り返されないため、また一刻でも早く、ジェンダー平等、が実現した団体になるために、
差別発言に対する、ゼロトレランスポリシー、一切寛容しないことを示す、などの指針を通した具体的な再発防止策の実施を求めます。なんで時間がかかる、発言が、こんなクソデカ主語につながるんや。女性理事の割合4割達成。JOC は、スポーツ庁がまとめた競技団体の運営指針、ガバナンスコードに沿い、全理事のうち女性の割合を 40% 以上にすることを目標としています。東京オリンピック、パラリンピックに関わる全ての組織における、女性理事の割合の最低4割の達成を求めます。また、組織の管理職のダイバーシティの推進を求めます。ここからが大事だ。森会長の処遇の検討を求める有志。全員挙げてもしょうがないから、重要人物のみを挙げるぜ。農場桃子、一般社団法人、農ユース、農ジャパン代表。さっきの記事で出てきた人ね。津田大輔、ジャーナリストメディア、アクティビスト、派。上野千鶴子、社会学者。あれ?この人って、確か。北原みのり、ラブピースクラブ代表、作家。うん?誰?その質問に答える前に、この森氏の発言ってどんなものだった?え?それは、女性は時間がかかるうんぬんかんぬんだっけ?ああ。今引用したページの声明では、女性を一括りにして会議のあり方について述べることは明確な偏見です。とあるな。でも、あれって伝聞、それは今は置いておく。あ、はい。で、それがこの人とどう繋がるの?この人って何なの ?2021 年2月7日、ニコニコニュース。なぜ男性はすぐ、長い会議をしたがるのか、という2014年の記事が時を経て大炎上、より一部引用。へ。東京五輪パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長の女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる発言で世界中から女性軽視のバッシングを浴びている昨今では男性はどうなのかという疑問が湧いてくる。そんな中2014年にとある女性がなんと男性の会議は長いという趣旨の記事を朝日新聞に投稿していたことが話題となっている。なぜ男性はすぐに長い会議をしたがるのか問題となっているのは北原みのりさんが朝日新聞に寄稿した記事。なぜ男性はすぐに長い会議をしたがるのかという記事だ。おいおいおい、この人ってそうだよ。さっきのページで有志メンバーの一人として挙げられていた人物だ。まあ引用に戻って、なぜ男性は家に帰りたがらないのか、なぜすぐに長い会議をしたがるのか、大体会議をしても何かがすっきり決まることがまずないのはどういうことなのか。この記事によると、男性は何かが決まるわけでもない会議をしたがる。しかし、その後の懇親会でなぜかすっきり決まる、という内容の文章が書かれている。それを踏まえ、東京五輪パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長の、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる。発言がなぜここまでバッシングされ、この記事はそこまで大きく問題にならないのか。同じ男女間の軽視による発言、と捉えられてもおかしくないはずではあるが、男性は許されるのはなぜなのか、という声が SNS でも寄せられている。ここまで、マジモンのブーメランじゃねえか。片や、女性を一括りにして会議のあり方について述べることは、明確な偏見です。片や、なぜ男性はすぐ、長い会議をしたがるのか。なんなんだよこのダブスタは。森氏とは立場が違うという意見もあるかもしれないが、有志メンバーとして挙げられ、球団に参加している以上、自分は名もなき一般人、という逃げは通用しない。あと、この動画を見てる男性諸君に聞きたい。この、なぜ男性はすぐに、長い会議、をしたがるのか。これって、男性蔑視発言、だと思うか。ちな、あんたはどう思うの?はは。ごもっとも、反論できねえじゃねえか。そうだよ。私は特に、男性蔑視、とは感じない。ただの、感想、疑問、に聞こえる。だが、これが、女性は時間がかかる。男性の部分が、女性、に変わった途端、な、即座に牙を剥く、ああ。しかし、ここまで見事な矛盾を平然とするなんて、それがジェンダー平等とのたまってるんだ。女性は冷遇されてる、重役につけない。だから平等を、ってな、じゃああんたはなんなんや。そうだよ。女は時間がかかる、という切り抜き発言に噛みつき、一方で、自分は、男は時間がかかる、と発言。人にはダメだ。または要求する。だが、自分たちは良しとする。自分たちは別。特別扱い。私たちはいいんだ。パリ市長。いわゆる、ダブルスタンダード。これは本当に嫌われる。そりゃ、ただのわがまま。ご都合主義じゃない。だからこの手合いは信用されないんだ。おまけに。この手のダブスタは、何も民間の団体だけじゃない。うん、民間。2021年2月9日、朝日新聞デジタル。白を身につけ、森氏発言に抗議、本会議で野党議員ら、より一部引用。
東京五輪パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長の女性蔑視発言に抗議の意を表すため、野党議員が9日、白いジャケットや白いバラを身につけて、衆院本会議に臨んだ。集約。立憲民主党の有志が呼びかけ、共産党、国民民主党などの野党の議員らが、森氏への発言への抗議や、ジェンダー平等社会を目指す思いを表現した。まあこんなもんで。まったく、パフォーマンスに余念がないわね。抗議のプラカードを、相手でなくカメラに一斉に向けてアピールするぐらいだからな。まあそんなことはどうでもいい。で、さっき言ってたダブスタってどの部分よ。まあ待て。その前にもう一つだけ記事を引用する。もったいつけるわね。必要なことさ。2021年2月9日、ヤフーニュース、デイリー。連邦紙、仲間たちと白いスーツ着た。森会長蔑視発言の抗議の意味込め、より一部引用。立憲民主党の連邦参院議員が9日、インスタグラムを更新し、衆参の仲間で、白いスーツを着た写真を投稿した。東京五輪、パラリンピック組織委員会の森喜朗会長の、女性蔑視発言に抗議を込めたとしている。短いがここまで。R43 も白いスーツを着たって話ね。ああ。でだな。この、白いスーツ、って何に対する抗議だ。はぁ、それは、森さんの発言に対する抗議でしょ。そうだよ。何当たり前のこと聞いてるのよ。じゃあ、具体的には、どんな内容に対して抗議してるんだ。あん？そりゃ、女性は話が長いだなんだって発言に対してでしょ。だよな。何よさっきから。森氏の女性蔑視発言。女だから、女は、という性差発言について抗議してるんだよな。2016年9月7日、日本経済新聞。連邦紙、男ならなくな。討論会で玉木氏に、ブフォア。長野市で、7日に開かれた民進党代表選の候補者討論会で、旧民主党政権の、失敗、に触れ。聴衆に深々と頭を下げる前原誠二元外相に対し、玉木雄一郎国対副委員長が、涙ながらに、謝ってほしくない、と訴える一幕があった。連邦代表代行は、男ならなくな、と注意した。以上。かたや、女だから、女は、と言われたのが気に食わなくて抗議。かたや、男ならなくな、と男らしさ。お要求。性別によって差があってはならないというなら、なんで男が泣くのは許されないんだ。まさか、自分たちは、らしさ、を求められるのは嫌だけど、相手には、らしさ、を、平然と求める、なんて言わないよな。ま、この程度の理念なんだよ。こんな手合いまでもが、この騒動に参戦してきてるんだ。本当に是正を求めてる人たちからしたら、邪魔でしかないわね。ああ。何しろ、目標達成の、手段、または、パフォーマンス、に利用してるだけだからな。でも、議員はともかく、なんで民間団体の抗議行動が記事になるのよ。さあな。森氏をさらに攻撃する材料として利用してるのか。あるいは、さっきの団体、ノーユース、ノージャパン。これが、ハフポストとつながりがあるなんて噂もあるから、記事になってるのは、その辺も関係してるかもしれない。いろんなのが入り込んでもうめちゃくちゃね。ああもうめちゃくちゃだよ。しかも、ここまで騒いでおきながら、実行犯は、ネット、との玉を始末。はぁ？2021年2月14日、東スポ。デイブが過熱する森会長批判を疑問し、芸能人も辞めるまでやっつけるとか、数の暴力でやっている、より一部引用。テレビプロデューサーの、デイブ、スペクターが14日、TBS 系、サンデー、ジャポン、に生出演。東京五輪、パラリンピック組織委員会の森喜朗会長、83、が女性蔑視発言で引責辞任したことに、コメントした。一気に飛ばして。SNS 上などでは、森会長の発言の一部を切り取ったことが印象を強め、批判が過熱し、ネットリンチなどが発生した問題などについて取り上げた。いや、切り抜き第一号は朝日新聞やろ。デイブは、最近こういうことが起きていて、芸能人も辞めるまで、やっつけるとか、数の暴力でやっている、と指摘した。一方で、森会長の発言は会合内であったことだとし、もともとリーク情報で、肉声、音声情報がどこにも出ていない。本来ならば、全部、発言を、聞いたニュアンスが、女性を軽蔑しているのではなくて、女性の話が中身があるから長い、とか色々な取り方ができる、と話した。引用はここまで、何しれっと、騒いだのはネットです、って言っとるにゃ、お前らの切り抜きやミスリード報道がネットに広がっただけやろが、まあ東スポってことをお忘れなく。都合のいい時は、ネット、でこんなに抗議の声が、都合の悪い時は、ネット、が勝手にやった。もうほんと何がなんだか。ほんと、この話はしっちゃかめっちゃかになってるぜ。一体何がしたいのよ。まあ今のコロナ騒動抜きにしても、五輪開催そのものに反対してる勢力もいるからな。これはチャンスと群がってきているんだろう。
時事通信に至っては、政権の責任にまで話をつなげようとしてたからな。どいつもこいつも、今の状況を都合のいいように利用しようと。そういえば、五輪って言うと、五輪開催決定時を通夜だった番組があったとか。ああ。連中にとっても、森氏の発言は東京五輪を叩く絶好の材料なんだろう。だから、森氏の発言を意図的に切り抜いて、組織委員会会長が、女性蔑視思想の持ち主だと喧伝する。なわけあるかよ。あん、なんでよ。実際切り抜かれたじゃない？仮に女性蔑視が問題とされるなら、もっと大きな問題になってしまうからだ。というか、こっちの方こそ、もっとクローズアップされるべき話なんだ。さっきから何言ってるのよ。ここは一度原点に帰って、オリンピックとは何なのかを説明しよう。東京都オリンピック・パラリンピック準備局公式ページ。オリンピックとは、より一部引用。オリンピックは4年に一度開催される、世界的なスポーツの祭典です。スポーツを通した人間育成と、世界平和を究極の目的とし、夏季大会と冬季大会を行っています。ここまで。スポーツの祭典、重要なのはそこじゃない。スポーツを通した人間育成と、世界平和を究極の目的。ここだ。世界平和、ああ。また、公益財団法人、日本オリンピック委員会公式ページ。クーベルタンとオリンピズム、より一部引用。オリンピズム、オリンピックのあるべき姿。スポーツを通して心身を向上させ、さらには文化、国籍など、様々な際を超え、友情、連帯感、フェアプレイの精神を持って、理解し合うことで、平和でより良い世界の実現に貢献する。という、クーベルタンが提唱した、オリンピックのあるべき姿、オリンピズム、は、各国が覇権を争う帝国主義の時代にあって、実に画期的なものでした。ここまで。つまり、世界平和が目的ってこと？理想としてはな。じゃあ、今回の森さんの発言は、これらの理念に反する格好になったのね。それだよ。どれよ。女性を悪く言った言わないで、ここまでの大騒ぎをしておきながら、もっととんでもない。女性の味方ぶりながら、もっと大きな。女性の尊厳どころではないものまで奪ってる。文字通り、邪悪、に一切触れようとしない。こいつら、マスコミは何がしたいのか。私にはわからない。私にも何言ってるのかさっぱりわからないわ。そうか。じゃあ質問しよう。2022年の冬季オリンピックって、どこで開催する？え、冬季オリンピック、そうだよ。このコロナ騒動であまり注目されてないが、2022年にも、オリンピックが控えてるんだ。で、その冬季オリンピックってどこで開催するの？中国だよ。え、また開催するの？そうだよ。以前も開催してたわよね。そうだよ。もし、今年日本でオリンピックやったら、2年連続でオリンピックが開催されるのね。そうだよ。で、それがどうして問題なの？さっき、オリンピックとは何か、から引用したが、そこにはなんて書いてあった。うん、確か。平和がどうこうって。そうか。じゃあ聞くが、その国で、とある自治区、とある民族に、今、何が起こってる？あ、日中記者交換協定の影響なのか、はたまた、ワイワイ新聞のように金が入ってるのか、親中議員の影響なのか。日本では、このあたりの話に全く触れられない。世界平和を目的とした祭典の重役から女性蔑視発言があった？まあ、仮にあったとしよう。だとしたら、女性、人身、臓器売買 ETC、民族浄化、血筋の断絶、抹殺。まるで漫画のような、こんな恐ろしいことをやってる国。こんな国で来年、平和を目的とする、オリンピックが開催されようとしてる。この事実をなぜ取り上げようとしない？これを取り上げずして、何が蔑視、平等だ。笑わせるな。私がこの騒動に対して言いたいことは、これに尽きる。平和の祭典を開くところが、ジェノサイド、ああ。一方、開催国日本では、会長の発言を切り抜き、女性蔑視だなんだと騒ぎ、辞任まで追い込む。でも、かの国のことには一切ノータッチ。ああ。ここまで来ると、なんだか、情けなくなるよな。マスコミ試験。さて、長くなったが、今回の話はそろそろ終わりにしよう。今回は過去最短だったわね。ああ。あ、そうだ。一つ言い忘れてたな。まだ言うことあるんかい？今回の蔑視、性差についての話だよ。でも、あれって相当うさんくさい話だったじゃない？そうだよ。だが、それでことが動いてしまった。それが何なのよ。問題ないことでも、問題だと大騒ぎすることで、本当の、問題、にできる。
それって、そうだよ。これは典型的な、浅田理論、だ。浅田理論？どんなめちゃくちゃな理屈でも、相手が差別したとかなんとか言いがかりをつければ、何でも思い通りに動かせてしまう。ああ。浅田理論をちょいと引用しよう。大事なことだからな。浅田理論。生活上における、一切の不利な条件、日々生きする一切の問題を、差別として評価しなければならない。ある言動が差別に当たるかどうかは、その痛みを知っている、非差別者、にしかわからない。ひどい仕打ちを受けたかどうかは、自分たちにしかわからない。だから、ひどい仕打ち、かどうかは、自分たちが決める。これは様々なことに応用ができる。もちろん、今回の蔑視発言だってな。その証拠なのか、ジェンダー平等なんて手合いまで出てきてる。不意味系ってことね。まあ、時代錯誤してるおっさんがいるのも事実だが、この手合いには要注意だ。最初は、冷遇の是正、を訴えながら、だんだんと、平等、フリー、と変化していき、最後は自分たちを優遇しろに行き着く。しかも女性、代表、という格好で自己主張してくる。おいこら、勝手に代表ずらしてんじゃねえよ。そう言って憤ってる女性も多いぜ。女の敵は女ってやつね。あと、せっかくだから、最後に面白い話をして終わろうか。まだあるんかい？平等を求める人向けの話さ。男ばっかりいい思いをしてる、だから平等を。って人はよく覚えておくといいぜ。2020年12月8日、ファインダーズ。トランス女性選手が、陸上競技女子の枠でトップ独占し、生物学的な女性選手学業に、スポーツの公平性を訴える動画が話題に、より一部引用。うん、生物学的？米国の非営利団体、プラガー U が、先月16日に公開した動画が、大きな物議を醸している。タイトルは、女子スポーツの終焉、だ。女子スポーツの終焉？性別、に、疑問。生物学的には勝てない。米国コネチカット州に住む、セリーナ・ソウルさんは、8歳の時から陸上競技を始め、家族やコーチの支えを受けながら鍛え上げ、2018年には、高校女子陸上競技大会のトップ5に入るほどの実力を見せた。しかしセリーナさんは、その年の州選手権で、ある大きな壁にぶち当たる。セリーナさんを任した1位と2位の選手が、トランスジェンダーの女子。つまり、政治人は女性だが、生物学的には男性、とされた選手たちだったのだ。はぁ、あ。彼らは、2年連続で、女子の枠、で1位と2位を獲得。結果、この2人は、合計15種目の州選手権でタイトルを獲得した。え、ちょっと待って、ここでセリーナさんの中に疑問が浮上した。男性が女性と競い合うのは公平か。生物学的な性別の違いが、競技結果に影響を及ぼすと考えた。セリーナさんは、放課後や週末に友達と遊びたい気持ちを抑え、毎日2時間以上のトレーニングを欠かさず、週末は朝練や大会に出場した。まさに彼女の青春時代は、100メートル走と200メートル走で、コンマ何秒を削ることに費やされていた。仮に、そのトランスジェンダーの1位と2位の選手が、男子チームに出たとすれば、出場する資格が得られなかったレベルだった、と話すセリーナさん。男性枠の競技だったら予選落ちレベル。男性と女性の体力は、生物学的な違いが明らかで、とても叶わない部分があると語った。例えば、世界最速の女性陸上選手と称される、米国の金メダリストの、アリソン・フェリックス選手は、400メートル走の自己ベストが 49.26秒だが、2018年のデータによれば、この世界記録を、米国内の男子高校生約300人が追い抜かれるという。男と女では身体能力が違いすぎる。少し飛ばして、ここまでの現状を伝えながらも、女子が、強さやスピードの生物学的違いについて反対しようとするとき、それは偏見とみなされる、と考えていたセリーナさん。ジェンダー平等。平等に文句をつけるつもりか。それでも、コネチカット州の二人のトップ女性ランナーと共に、公正な競技に女性の権利を求めた連邦訴訟を起こした。動画は、プラガー U、公式サイトのほか、ヨーツベでも配信され、現在80万回以上再生され、大きな反響を呼んでいる。セリーナさんは、これは性同一性の問題ではありません。フェアプレイの問題です、という言葉で動画を締めくくっている。運動能力に対しての公平性はどう保つべきだろうか。以上。女性競技の世界に、男の体と身体能力を持つ人がやってきて圧倒する。これに言及した女性選手が除名処分を受けたなんて話も聞いた。異論は許されない？男との差ばかりクローズアップされるが、行き過ぎた平等や配慮は、こんな現実に行き着く。最後は女の人も巻き込まれる。ああ。さて、あなたはこんな平等を望みますか？平等、なんだから黙って受け入れろと言いますか？受け入れますか？長くなったが、今日の動画は終わりにする。平
平等という名の不平等。で、恒例の終わる前に何か言っておくことは、そうだな。前回のコメント大司会で、新聞を取るメリットを聞いてみたんだが、新聞の素晴らしさを発見できた。掃除や調理にすごい役立つってコメントばかりだった。中身関係ねえじゃねえか。いやー、結構大真面目に聞いてみたんだけど、中身が関係する回答としては、お悔やみ欄や地元の情報ぐらいだったな。ネットよりもここがすごいぞ。っていうものがなかった。まあ、コメントを見る限り、月々払ってる額に、新聞代を上乗せするだけの価値は見出せなかったな。社名や実名載せてる分信用はあるんじゃないの？お前朝日新聞見て同じこと言えんのかよ。あ、はい。まあ何にせよ。たくさんのコメント、ありがとうございました。で、他には、なんとなく、認証バッジを取得してみたとかだな。認証バッジ？チャンネル名の横にチェックマークがあるだろ。これって、要注意人物、って意味じゃなかったのね。ゆっくり系の動画でも取得できると分かってな。最近ゆっくり系の動画も増えてるし、なんとなく取得してみたぜ。だったら、銀の盾、をもらいなさいよ。あれはいらん。はっきり言うじゃねえか。他に言うことがあるとしたら、動画時間を短くする。こんなもん作っておいて何言ってんだ。まあ目標ということで、短くするってどんな目標よ。それで、次回の予定かっこ予定の動画は、ああ、今回は急遽この動画を挟んだからな。何もなければ、予定通り。だから次は今回のコメント返しやろうが。まあ何かしら作るぜ。とまあ、いい加減この辺で終わろうか。そのセリフ、1時間遅くね。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。で、ちょっと前から釣りがどうこうって言ってたけど、結局何を買ったの？聞いて驚くなかれ。ST031R を買ったぜ。なんて？ ST031R。コンパクトさが売りで、専用の収納ケース付きだ。振り出し式のロッドかしら。ステンレス材で、逆四角錐の形が特徴だぜ。うん。空気穴もしっかりあるから、空気の取り入れもバッチリだ。焚き火台じゃねえか。この性能で8600円プラス税。スノーピーク買ってんじゃねえよハゲ。いや、店員さんがお買い得って。そんなとこで騙されてんじゃねえよ。